武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は、愛知教育大学の世界史の、勉強について話していきたいと思います。世界史ですが、まあ、社会専攻とそれ以外、で基本的には、大問の数で分かれてはいるんですが、まあ大問3つで90分か大問2つで60分という形ですね。で、世界史に関してはどちらを、受ける場合でも論述が、出てきますので、論述対策が必須になります。で、知識そのものとしては、まあ、センターや日大レベルをしっかり終わっている状況、まあ、つまり教科書レベルが一通り、通試が入っている形であれば、まあ、知識的にはそこまで、問題はないかなと思います。ただ、あとはそこが記述で書けるか多少説明ができるかということにはなりますので、まあ、それに加えて論述は必須でやっておいた方がいいでしょう。で、まあ、記述問題に関してはそれなりに問題数が多くはなっていますので、まあ、一問一答などをちょっと基礎知識に加えて追加しておいてやっておいた方がいいかなと思います。で、その際には、まあ、用語を答えられるかだけじゃなくて、ちゃんと書けるかどうかっていうのを確認しておくようにしてください。で、聞いてくるその問題そのものは先ほども言ったように割と基礎的なものが多いですが、まあ、切り口としてちょっと、まあ、変わった出し方してくるものもありますので、まあ、全部の問題を無理に解こうとするんじゃなくて、解ける問題を確実に解いていくように心がけてください。そして論述に関してですが、こちらちょっと字数が110を超えるものも出てきますので、どこを受ける場合でもですね、基本的に論述の参考書は必須でやっておいた方がいいんですが、ただその書かなきゃいけない回答に関しては割とその歴史の中でも重要事項で、まあ、出来事をちゃんと知っておけば書けるようなものがメインにはなってきますので、教科書内容が一通り頭に入っていれば、論述の参考書を一冊仕上げていれば十分対応できるものではありますので、論述の参考書を一冊ですね、しっかり仕上げて、解けるように心がけておいてください。以上が、世界史の勉強となります。